またラブレスか。お前はアンジールの思いを継承し、セフィロスの一部をその身に受け継ぐ。親友の再会が果たされたというわけだ。これでラブレスが再現された。違う、目を覚ませジェニス。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、俺はあんたを救いに来た。暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。なんだよそれ。女神の贈り物、アノーラの自然が生んだ神秘だ。贈り物は細胞じゃなかったのかよ。解釈はいくらでも可能だ。わかんねえよ。思いを巡らせること自体もまた贈り物。みんな星に帰るのさ。もちろんお前も。今や俺は星の加護を受ける。